渡辺登大正2年11月10日は、江戸時代末期の大村藩士、明治時代の政治家、また剣術家。元は伊見名を、竹常と名乗った。郷は東民、そのおとり。伊海君党は、肖像位、君位等。家族に劣し、死者区に上された。剣道の称号は藩士。非全国大村に生まれる。江戸の神道無念流剣術道場、連平館に入門し、 桂小五郎の後を受けて、塾党を務める。尊能上位、倒幕運動の志士として活動し、坂本龍馬の依頼で、殺長同盟を終戦した。明治政府では、大阪府知事、元老院議官、会計検査委員長、貴族院議員を歴任した。また、大日本武徳会商議員を務め、近代剣道の発展に尽力し、最初の剣道藩士号を授与された。 幕末期の渡辺登大村五期に数えられる上級藩士、渡辺家の出身、大村藩三世、渡辺岩尾の次男として生まれる。兄は渡辺清昇登るは幼少時から太平肥満で異想の少年であったという。8歳で文武館に12歳で藩校五教館に入校する。剣術は一刀流を藩の師範役宮村。 作馬に指示した。安政元年、斉藤役郎の三男観之助が、大村藩の剣術師範役となり、藩校の剣術流儀が、神道無念流に統一された。昇るは、大村城下の観之助の屋敷内の道場、微神道で、神道無念流を学び、旅力を恐れられた。安政五年春、江戸藩邸勤めになった父に従い、江戸へ出る。安の塾、 三景塾に入って、長州藩士、桂小五郎と知り合い、桂の勧めで、斎藤薬郎の剣術道場、連平館に入門する。薬郎の長男、慎太郎に学び、塾頭の桂と共に、連平館の双壁と称された。翌年に、桂が帰還すると昇るが塾頭となり、文久元年まで務めた。朝から晩まで相手変われるし変わらずと言われたほど、稽古熱心であった。 天然理神流、第四代の近藤勇とも信仰を持った。近藤の道場司令官に道場破りが現れると助けに駆けつけることもあったという。この頃、昇るは尊能上一層に傾倒し、道場で仲間と政局を論じ合った。大村藩に批藩後、勤能を名目に密かに37指導名を結成する。源氏元年9月21日。 梅沢竹平と共に、元締役、富永海佐右衛門のを暗殺した。同年には、大村藩の反抗改革も進めた。長崎で、土佐老師、坂本龍馬と会談し、坂本から、薩長同盟の必要性を説かれ、長州藩への働きかけを頼まれる。昇るは、長州の説得に奔走し、長崎で長州藩と坂本を、引き合わせ薩長同盟の成立に尽力した。 兄の清と共に、大村金納党を引き、京都でも、坂本龍馬、桂小五郎、高杉晋作、西郷隆盛、大久保利道ら諸藩の志士と交流する。品川矢次郎の命令で盛んに人を切った。近藤勇の率いる、新選組の隊員も殺したが、近藤自身は昇るが砂漠派の資格に狙われていることを知ると、密かに警告に訪れたという。 おさらぎ次郎の小説、クラ天狗のモデルは、この頃の昇るという説がある。慶応三年、三十七指導名の同志、ハリオ左衛門と、松林蓮之助が襲撃され、ハリオは重傷を負い、松林は死亡する。事件は、砂漠派の犯行とされ、昇るは、粛清によって、強引に反論を尊能にまとめ上げる。政治、編集明治政府では、 長崎裁判所処分取り調べ係、町消極主事、中弁、壇上大中に就任、浦上四番崩れ、福岡半岸殺事件の対応にあたる。その後も利岡県県知事、大阪府大三次、大阪府知事を歴任する。明治10年、西南戦争で抜刀隊が編成されることを知ると、大阪府知事であったのは、府内で、剣術道場を開いていた元新選組大使、 谷万太郎を隊長に推薦した。明治13年5月、元老院議官に就任する。三次院議官、財務部勤務を経て、明治17年5月、会計検査委員長に就任する。明治20年、欧米の金融事情を視察するため等をする。同年5月、死釈を除釈される。明治31年3月、君位等局実大受賞を受賞する。 明治37年7月、貴族院死者区議員に選出され、明治44年7月まで在任した。剣道、編集部特会での渡辺昇死者区明治16年9月、東京府高島地区清井町の皇居付属地に、宮内省の道場、最年館が落成した。家族、県館の主導する宮内省剣術は、抜刀隊の活躍以降交流していた。 警視庁剣術に寄港する勢力となった。登るは山岡鉄州と並ぶ宮内省剣術の代表的人物であった。もっとも登るは長い市内、山岡は短い市内を使用して対照的であった。身長約6尺の登明治28年4月17日、渡辺が北起人の一人となり、日本武術を進行する大日本武徳会を結成。 明治35年5月、大日本武徳会から第一回の剣道半士号を授与された。行動が専応であるとの批判もあったが、会員獲得のため全国をめぐり、明治39年には大日本武徳会剣術型を制定するなど、剣道普及に尽力した。また、東京麻布の自邸にも、微神道という道場を設け、剣道を指導した。皇帝の堀田捨二次郎は、 明治34年、第6回部特裁大演部会で昇るのあだを打つべく、園部べひと戦い、面を2本奪って、見事勝利したという。昇るの息子の八郎は、小学3年生頃に剣道を始めたが、その頃昇るは一戦を退ぞき、離れたところから笑顔で見守っていたという。晩年は、幕末期に切った敵の亡霊に苦しめられ、女性に体を揉ませなければ眠れなかった。 良い心地で寝ていたものを切ったのが、後々まで夢となって苦しめられたという。手向かってきたものを切ることや、戦って切ったのは、何とも思わないが、どうも、無心にいるものを切ったのは、何としても忘れられず、心持ちが悪いと語った。異界勲章と渡辺清と昇る。ありがとうございます。